あのお化粧室とか。いやトイレって言い方避けたんですよ。だってトイレ行きたい方どうぞって言ったら女性立ちにくいじゃないですか。男の人は立ってばっかりね。いやそんなことないですね。失礼しました。大丈夫です。改めて先ほどのね音楽仲間というか中にはただの飲み友達もいますけど最初にね出ていただいたのが東京ハイソウルって小学校1年生からね、すごいですね。で、2番目にね出ていただいたのがねちょっと人間とは思えない名前ですけど、YouTube っていうサイトがあります。まあ、ご存知ない方も結構多いと思うんですよね。でその YouTube っていうサイトがありましてね、そこでアカウント名がモスさんという方とあとニャンパパさんという方なんですね。でそして3番目にね出ていただいたのがそのハングリーさんという方ですね。改めて拍手を、ね、本当に気楽にいただいてるのでね、やっていただいて本当にありがとうございます。お手洗いどうぞって言いながらやめようとしないところ前に出てきて何を怖いですか？
ありがとうございました。じゃあ後半、入ろうと思います。汗がね、結構汗かくんですよ。半分は暑いから、半分は冷や汗なんですけどね。汗って結構目に入るじゃないですか。で、僕ね、割と子供の頃もっとそうだったんですけど、目が大きかったんですよね。ものすごく大きかったんですよ。で、ミキマウス似てるっていうこともあるんですよ。この目と鼻と口が大きいから、痩せれば痩せるほどミキマウス似てるんですよね。だからあんまり痩せないようにしてるんですよね。耳が大きくて、鼻が大きくて、口が大きくて、目が大きいって。顔の輪郭よりも、この一つ一つの部品が大きい。そんなことあるわけないですね。
あなたは電話でそう言って
私ごめんとすぐに謝ったの、そんなわけですか。冬の海を見せたい私の心に届いた目あがき、私に続く物語だけ今は大事です。ありがとうございます。すごい。はい。後半の一曲目はね、最愛。最悪、まあ、愛という字はね、真ん中に心があるから純粋で、そして恋という字は下に心があるから下心とかね、言うじゃないですか。違います。大きな違いなんですよ。あ、消してない。今日の当番消します。懐かしいでしょ、こういうことあったでしょ。今日の当番誰ですか、黒板吹きっぱなしになってますよって、恋っていうね、ちょっと見えないですかね。恋っていう字ね、これがね、取っ手のついてる剣なんですよ。取っ手のついてる剣がね、一本の糸をプツッと断ち切るんです。でも断ち切っても決して離れていかないでしょ。取っ手のついてる剣で心を突き刺しても、なおかつ引き合って離れようとしない二つの糸、引き合っていながら突き刺さったものは決して取れない。辛いです。辛くて苦しい、それでも引き合う、これが船です。船じゃない、恋です。こういうね、原始的なね、あのご兄弟でね、こう笑っていただけるって嬉しいですよね。あの、何言ってんのっていう顔をされて、当たり前、当たり前なんです、本当はね。まあ、そこをね、あの、笑っていただけるっていうのは、っていうか、その、お笑い師匠じゃないんですけど、まあ、さっきね、僕、秘密を明かしましたけどね、あの子供、生まれた時から親父じゃないって告白しましたよね。告白しましたよね。こうたまたま目が合った人は反応してくださいね。意外とこう、目が合ってね、あの、目が合った方が照れるんですけど、僕の方が照れちゃう時なんですね、多分ね。あの子供の頃ね、あの路地裏とか、あの公園、ジャングルジムとかね、あの遊ぶじゃないですか。こんなに大きなジャングルジムに動いて、広大な広さに感じた砂場があり、お城を作って、昔ダンゴムシってこう触るとくるくると丸まっちゃう虫いましたよね。あれ転がして遊んだりね。で、滑り台もすごく高かったですよ。鉄棒もそうですし。でもね、まあ、ブロック塀とかね、ブロック塀とか自分よりもずっと高いのに、女の子なんかでも平気でこう登っていってたじゃないですか。ブロック塀、ブロック塀、子供の頃こう登ったり越えたりしたことある方って、正直にますよね。じゃあ最近ブロック塀もっとまあそれは危ないですよね。
まあ、子供の頃からね、視界の見えないブロック塀の向こうって夢とロマンの塊だったんですよね。でもね、例えば小学校2年生がね、この向こうには俺のロマンという夢があるんだって思ってる小学校2年生多分いないんですよ。今から思えばそうだったんだろうなって大人の言葉で思い起こすだけであってね、まあ、そんなもんですよね。大人になるとね、この世界は広がるんですけど、なんか不自由になったりするって感じ。今僕よりも低い目線のね、このブロック塀向こう側見えるのに、決してそこを飛び越えようとしたり上登って歩こうとかしないのはね、まあ、当たり前という当たり前ですけど、それが世間体なのか常識なのか、まあ、はっきり言えば犯罪でもありますけどね。で、なんでですかね、小学校幼馴染なんかですね、ちっちゃい頃僕より女の子の発育が良くて、僕よりずっと大きかったんですよ。大きいんだけども、小学校に入り中学年高学年になるにしたってだんだん女の子小さくなって、まあ、僕は伸びてきたんですけどね、中学高校二十歳になってね、でもう成人式迎えると、ね、こんなんですよ、ポケットに入っちゃうぐらい。言ってることが極端だからね、ちょっと笑っていいのかとか分かんないとかありますよね。まあ、夕日はね、地球の歴史が16億年として、たかが人間って数千年じゃないですか。で、まあ、皆さんや僕の人生なんて、もう太陽からすると瞬きにすらならない、ずっと変わってないのに変わって見える、周りの景色が変わって見えるのか、自分が変わってるのかね、ちょっとそれは分かんないですけど、ちょっと失礼します。赤いノスタルジアという曲を聴いてください。帰り道に見つけた、
りにしてきた心大地に染み込んでいるけ、なんてのスタルジーや、忘れ去られていた遠い日も幼い笑顔、優しく染み込んでいるけ。心こ
優しい仕草どこにでもあるよな恋よりも本当の優しさがいい風の中で空いてますかって聞かれたときは空いてるか空いてないかってまだ比較的意思の伝達がしやすいと思うんです。だけどどんな気持ちって聞かれたときはなかなか表現しづらいですよね。言葉を僕らは知ってるわけなんですけども、でもその言葉を駆使してもね、なかなか逆に駆使すれば駆使するほどね、本当に思ってること色合いとだんだん違ってきちゃってるような気がすることってありません？ありますよね。いやそうじゃないなって自分の話した言葉発した言葉にしてみると何だか違うなって気がする時があるんですよ。すごく便利なツールなんですけども、同時に不自由だなって思う時があるんですけどね、まあ、そういう言葉にね思いを乗せると積み重ねて尽くせば尽くすほど夫婦は飛んでいってしまうようなね感じがすることがあります。ふわふわっていう曲を、そんな思いで、ね、作った曲です。ふわふわっていう曲です。しまわないように。
て言葉に乗せた思いふわふわ足元を見返せば大切な心がそこにあった新御三家って子供の頃いたんですけど、新御三家のね、私鉄沿線っていう歌あったんですけどね、あれ、YouTube ってさっきね、誰か、YouTube っていう無料サイトがあるんですよ。で、そこでね、僕のチャンネル持ってるんですけども、そこで私鉄沿線っていうのをなんとなく思いつきで弾き語りしたことがあったんです。で、弾き語りをして、そのまま放置してあるんですけども、放置っていうのは、あれ、電車の窓から違った。そこですね、間違えたのね。改札口で君のことなんだけど、いつもまたものでした。電車の中からなんです、本当は。電車の中から降りてくる君を見る探すのが好きでしたって歌なんですよ。それをね、僕ね、電車の窓から、電車の窓から降りてくる君を探すのが好きでしたって歌ったんだけども、
YouTube っていうサイトはね、あのこう好きなように書き込みできるんですよ。で、誰も書いてくれてないから、あの全然気がつかなかったんです。全く気がつかなかったんです。で、かなり 年月ってことないんですけど、あってからね、何、あの、なんて言ったか、グミかな、あの、まあ、リアルライブでね、あの、まあ、ラジオのディスクジョッキーみたいなもんですよ。あのリアルタイムのこう生放送でね、弾き語りとあの DJ とかでね、あの、まあ、MC をしながらこう曲を歌うっていう、グミとか、スティッカムとかっていうのかな。あのまあ、大体僕歌ってるより喋ってるのはないんですけど、その中でね、あのそこにこう黙ってこう聞いてくれてる人がいるんですけど、そこでもやっぱり間違えて電車の窓から降りてきたんですね。でそこで指摘して初めて、ああ間違えたかと思って、電車の窓から降りてきたら危ないんですけど、でそういう君を探すのが好きな僕はもっと危ない気がするんですけどね。でそれどうなったかっていうとね、僕の YouTube のサイトにそのまま放置してあるんです。で改めて聞いてみたら本当に電車の窓から降りてきてるんですね。で今更ね訂正するのもめんどくさいし、削除するのもめんどくさいし、まあ要するに不運そうかってもそれだけのものなんですよ。でもね、人がね生きるっていうのは、まあ、全然話が変わるんですけど、この人生ってねあるじゃないですか。選択分岐点とね、選択の連続ですよね。あの時、もしもとかね、あの時とか、ああすればよかった、あんなことを言わなきゃよかったとか、ああしてたらどうだったんだろうとかね。例えば今皆さんとね、今ここで一緒に時を過ごせてるっていうのは僕にとってものすごい奇跡なんですよ。考えてみたらすごい奇跡です。で、まあ朝ね、起きて、で、あ今日空のライブがあるどうしようかな。で行くという選択肢と行かないという選択肢が最低2つあるわけじゃないですか。もしも来なかった場合にはここでこうやってお会いできなかったんですよ。でね、まあ、皆さんは行くという選択肢を取って、まあ、それが正しかったかどうかね、まあ、あえて口にしなくてもいいですけど、ね、まあその連続ですよ人生ってね。なんですか、今の自分っていうのがね、今の自分っていうのがこう自分、皆さんが皆さんとして存在すること自体が僕は奇跡だと思うし、僕が僕として存在すること自体が奇跡で、あの時ああしていたら多分違う自分がここにいるだろうなって、ああしてたらどうなってたんだろうなって思うことは少なくないと思うんですけど、でもそれは永遠に覗くことできないし、ドラえもんがねそばにいるわけじゃないですから、やり直し風呂敷がそんなないですからね。そんなグッズはないないね。タケコプターとかありましたよね、いやそんなことはどうでもいいんですけどね。要するにこういうところにね、空間かなんかにもう無数に存在するかもしれない、その節目節目の選択肢で違ったところを受けた自分って覗くことができないんだから、今この衣をね、体という衣を借りてる以上はね、まあ、不満があってもね、嫌だなと思っても、さっきの昔というじゃないですけども、こうどんなにたとえ辛くてもね、なんかこぼれてますよ。ごめんなさい。あ、大丈夫です。すいません一瞬我慢できなかったなと思いましたいやすいません、失礼しました。大丈夫です。で、結局ね、僕らはその今のね、ど真ん中の繰り返しだと思うんですよ。いいですね、この連携で、ね、一人がおもなしをしたらみんなでやってたから我慢できなくて持っちゃったんですか。そうですね、お花が見られたんで、まあ、そういうことです。皆さんとね、この共有、さっきね、メッセージの主なもの、言葉って言いましたけど、言葉よりも先にね、音楽って存在するんですよ。各国によってね、言語って文化はありますけど、その背後に音楽があるんですよ。皆さん小さい頃ね、箸を茶碗で叩いて、もちろん怒られたと思うんですけど、腹減った腹減ったってこう茶碗で叩いたりとかってしたことありません？あります、あります。まあ、それもね、音楽ですよね。昔の遊びって音楽多かったですよね。勝って嬉しい花一文目とかね、だるまさんが転んだっていうのもありましたよね。やりました。やった。あれ
いろいろね、地方によってこう違うらしいですよね。まあ、いいんですけども、音楽が先なんです、言葉より。ということは、共通の言語は英語でもなければ中国語でもなくて、音楽かもしれない。音楽って平和のキーワードかもしれないっていう気がね、ちょっとします。音楽っていうのは、競争するもんじゃなくて、共存するもんだと思うんですよ。そう思います。でその次に言語という文化があって歌っていうのがある気がするんですけどね、最後の曲になります、そういう歌を ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。さっきお漏らしでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと行き場所がないのでこちらに書かせていただきます。あなたへという歌を、まあ、皆さんに対してそして僕に対して最後に聴いてください。もしもあの道を選んでいたらと、時の流れが心揺らす時もある。はるか遠く優しいその笑顔は、大切にしてほしい。
知らない人も最後にこう ラララっていうのが続く歌があるんで、それをね一緒に歌ってほしいなと思うんですよ。僕ね昔浜田省吾さんのね路地裏の少年っていう歌がすごい好きだったんですよ、少年時代でね。真似をしてハーモニカホルダーを買って、で D の ABCA の D、 キーによって違うんですけどハーモニカを買ったんですね。でこれはその当時買ったハーモニカホルダーで、今この形のハーモニカホルダーは売ってないです。今はもう洗練されたわけですよね。もう浜田省吾さんの真似をしてねやったんです。で D のハーモニカもうこれも歪んでますけどね、まあロジェランソンやるわけじゃないんですけども、このね イントロをね聞いたり弾いたりするだけでもうチキン肌になるぐらい好きだったんですよ。売れてない頃からね好きだったんです。でこれね年月が経ってこのハーモニカホルダーも歪んでるんですけど、ハーモニカはさすがにねこの音が出なかったり、吹いても吸っても音が出ない部分がね、今つけてるこれブルースアップというんですけどね、これが D じゃないんですけど、その D のハーモニカをね直したくて、こう十字ラバーでこう一生懸命開けてねこう直そうとしたんですよ。で中を開けてね、ハーモニカのメカニズムをね知ってたわけじゃないんですよ、知ってたわけじゃないんですけども、まあどうしても直したいっていう、もう苔の一念というかなんていうかね、一生懸命本当にやったんです。とどめを刺してしまったんですけどね結局そのハーモニカはねなんか原点みたいな気がして、このハーモニカホルダーもそうなんですけど、もうどんなに歪んでもねこれちょっと捨てられないんですね。もうこう動いちゃうんですよ、バネが弱くてね、それでも捨てられない。人間もね、なんか僕もね実はこの数年入院したり退院したり繰り返してきたんです。で結構大きな厚生労働省指定の難病っていうのをちょっと患ったりして、昨年の末にはね手術もしたんですよ。で、一時はね本当に歩けなかったんですね。そういう状況、杖をついても歩けない状況がありました。入院の方が長い時期もあったんですけどね、でもね心身にこうハンデがね多少あっても不具合があってもまだ動ける部分とかあるよね。命がねあれば何とか頑張れる、明日は分かんないですよね。でも皆さんもそうですし僕もそうなんですけど、常に今のど真ん中しか分かんないんです。明日分かんないから今のど真ん中を繰り返して気がついて、たまに振り返ると山道を登ってきたようにね、この自分が歩いてきた道がこう見えたり、さっきの振り返る話みたいなこともあるし、明日のことは分かんないんだけど、とりあえず今の繰り返し、今のど真ん中の繰り返しっていう気がするんです。命っていうのはこの長さとか色合いって全部その天によってね、天かどうか分かんないんですよ、定められてる気がするんですよ。完全に定められてる気がします。ただそれは僕には分からないから、今この瞬間ねど真ん中だけを繰り返すっ
ということですね。で、完全に定められているからこそ完全に皆さん、僕も自由だと思うんです。今この瞬間はね、自由。ちょっと振り返った時の過去はね、たとえどんなに辛いものにね、嫌だなっていう後悔の連続だとしても、それがあるから今この瞬間の自分がいるっていうことだけでも奇跡だと思うし、そんな気がするんですよ。まあ、そんな、ね、そのハーモニカからね、作った歌で D のハーモニカってなんです。最後にね、このララ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 ラって繰り返しがあるから、まあ、せっかくですからね、最後の最後ですから、皆さんでこうね、恥ずかしがらずに歌ってほしいな。音外したって別にいいですよ、全然構わないです。大きな声で歌ってくださいね、大きな声で歌ってくださいね。ハモってもらっても構わないし、もう半分やけになっていただいてもしょうがないです。ちょっとしつこく繰り返しますよ、皆さんの声、全員の声が出てるなって感じるまで繰り返すかもしれないですけど、 B のハーモニカっていう歌です。手拍子をね、多分疲れると思います。でも最後だから疲れて、心身ともに疲れて帰っていただくと僕は嬉しいなって思うんですよね。はい、じゃあ D のハーモニカ。手拍子を、路地裏の少年を歌おうと持ち出した、愛棒のギターとほら D のハーモニカ、音は狂いてない音もあるけれど、歌ってくれたハーモニカは笑っていた。僕はまた元気だよと。知ってる人は一緒に歌ってください。痛んだ体をさすりながら、動かない足を引きずる、みんなの歌うんだよ。
血のついた指とかね大きな耳とかそういうものじゃないですからね、安心してくださいね。もっと驚くかもしれない好きなんですけどね。でも本当に今日はね、いろいろね都合のある中、たくさんね来ていただきました。本当にありがとうございました。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。エイコさんです。エイコさんです。はい。ありがとうございます。嬉しいですね。花、花似合わないとさっき言われたんですけど。あ、すいません。これ煮て食べると美味しい。わかんないですよね。じゃあちょっと受付で待ち伏せをさせてください。